皆様こんにちは。今日ですね、私が現在取り組んでいるロッシェル園結晶の育成と、あとクリストルマイクの実験の途中経過ですね、それをご紹介したいと思います。まあ、準備しましたのは酒石酸ナトリウムカリウム4水和物、これはニカワですね。それからこれバッテリー補充液ですけども、純水です。純度の高い水です。ロッシェル園結晶の育成の前にですね、まず結晶を作ってみました。これはロッシェル園ではないんですけども、リン酸アンモニウムで作った結晶です。だいたい 2,3 週間でこれぐらいの大きさになります。あとですね、これは結晶育成基礎技術ということで、こういった文献も参考したりですね、あとその国立国会図書館、インターネットで誰でも見に行けるんですけども、そこの文献を見に行ったりお勉強してみました。インターネット上にですね、 YouTube とかロッシェル園結晶を作る方法はたくさんございます。例えばこの重曹とかですね、あとこのベーキングパウダー、炭酸水素ナトリウムとか、こういうベーキングパウダーとかですね、まあこういうもので作れるっていうことは知っていたんですけども、純度の高い材料を使いたいということで集めました。 YouTube 動画でも多数作成方法あるんですけども、やはり純度が大事ということで、まず飽和溶液を作るのに、これはバッテリー補充液ですけども、精製水 100%、まあ純度の高い水を使いました。それから、これ、先ほどベーキングパウダーとか重曹とかですね、それをやめたというのは、やはり不純物がいっぱい入ってるですね。皆さんのご家庭にもあると思うんですけど、こういろいろ入ってます。純度の高いものを使うために、酒石酸ナトリウムカリウム、これを 500g 買いました。もう使い切ってしまったんですけども、富士フイルムが作っているんですね。これ一応危険物ではないということで、まあ簡単に手に入ると思ったんですけども、ヤックスとか松潮では取り扱ってないということで、お願いしたんですけども入手はできませんでした。で、インターネット上に、まあ、通信販売あるんですけども、業者でないと購入ができないということがありまして、家から一番近いところの小さな薬局にですね、お願いしまして、これを入手しました。最初ちょっと難色示されたんですけども、頼み込みまして、頼んでから入手までちょうど1ヶ月かかっております。あまり一般的なものではないようですね。それでですね、今画面に映ってますのが、この溶液を作って、育成を始めたのが9月6日です。今日は9月26日ですけども、長さが26ミリ、厚みが7ミリ、短い方がちょうど16ミリ、断面がこういう。で、これはですね、途中で取り出したロッシェル園の結晶になります。まだこれちっちゃいですよね、この時はね。この途中に取り出したこれぐらいのサイズで実験してみました。ロッシェル園の電極を貼り付けるには何がいいかということなんですけども、いろんな接着剤あるんですけども、昔クリスタルマイクというのは電極をつけるのに、このニカワを使ったそうなんですね。で、このニカワというものは私生まれて初めて入手したんですけども、これ何に使うかというと、まあ金箔を貼ったりですね、あと仏像の補修とかですね、古いものの、修理、あるいはその弦楽器の、修理に使われるものなんです。まああえてこだわってこのニカワを入手しました。東京って書いてありますけども、まあ神社仏閣が多い京都の、メイドイン京都のものもあるみたいですね。あと、これですね。これは途中で取り出したものですね。シャーベットみたいですね。
今日は9月の28日です。4駅からスタートしたのが9月6日になりますと、今こういろいろ選別してですね、ここまで大きくなりました。ちょっと一個見てみたいと思います。27.4mm、17mm、7.5mm ぐらいですかね。こう断面がこういうふうになってます。そしてあとは、ロッシェル園をですね、ちょっと表面を研磨するために、こういった砥石ですね。これダイヤモンド砥石といって、これ400番ですけど、裏返すと1000番になります。で、これですね、別にロッシェル園は柔らかいので、紙やすりでも研磨できるんですけども、以前ですね、FT243 の水晶を研磨するときに、これをちょっと使って、やったので、これでもやってみました。今の段階でロッシェル園はもうクリスタルマイクを作るには十分な大きさなんですけども、目的としてはどれだけそのロッシェル園が大きくなるか実験したいと思っておりまして、継続してロッシェル園の規制は行っていきます。そして途中で取り出しましたこのロッシェル園結晶ですね、これでちょっと電極をこう貼り付けて試験してます。で、まあ簡単な実験では一応意外とですね、音が出たんですね。ですけども、目的としてその実際の更新に使いたいということで、ちょっと今いろいろこう実験してます。こういう。これダイヤフラムですね。一番最初の実験で、使った水晶ですね。これはデジタルマイクロメーターで、これでキャリブレーションを取って、一番太いところで 1.62mm です。一番最初の実験の時にこういった電極を作ってですね、こう貼り付けました。このホームセンターに売ってる、銅箔テープです。で、これ表面は導通しますけども、裏面のこの両面テープが貼ってあるところは導通がありません。まあこうやって電極作ったんですけども、ロッシェル園は熱に非常に弱いので、この電極とこの導線は判断をしてます。これですね、荷皮を塗って、こういった導通面にですね、こう貼り付けて、で、まあこういうクリップで、止めたりしてました。で、荷皮は接着力が弱いので、半日ぐらいですと簡単にこう接着が剥がれてしまいますので、2日目まだ固めてます。まあ本来はこう、水で薄めて、あるいは固まったり湯煎をして使うんですけども、今回はこのまま使ってます。こんな、もうほんと蜂蜜みたいな形で、ドロッとしてますね。で、これを、ここに、こう、で、これで、もう簡単にはくっつかないですね。
ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。ハッ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 。ワン、ツー、スリー。ハッハッハッ。ハッハッ。こちらは JL1HID。いろいろですね、実験してみて思ったのは、あまり大きすぎると低音が出すぎるということで、適度な大きさの、ダイヤフラムといいますかね、必要だということが分かりました。この大きさというのは、ちょっといろいろ実験してみる必要があります。クリスタルマイクと言われるものは、ピエゾ効果を使ったマイクロフォンなんですけども、ロシエル円の欠点としては、湿気に弱い、あるいは温度に弱いということで、クリスタルマイクはセラミックに置き換わっております。クリスタルマイクと言われる、これターナーのマイクから撮ったものですけど、こうばらしてみました。これ中央の部分ですね。で、ここからこの振動をアーマチャー経由して、ここに貼ってあるアルミ箔からの振動を、アーマチャー経由して、こちらに伝えて、この電極に取り出すという構造になってるんですけども、バラスマイはですね、まあ、クリスタルマイクと思ってたんですけども、ここに使われてたのはチタン酸バリウムのセラミック素子ですね。あとですね、まあ、これは D-104 の純正のクリスタルマイクですね。で、これはターナーのエレメントです。先ほどマイクロフォンのタイムラインを見てわかると思うんですけども、クリスタルマイクというのはかなり昔に特性的なデメリット、湿気に弱い、温度に弱いということで、セラミックに置き換わっていったのだと思います。で、ちなみにですね、こちらはギター用のピックアップです。単純なセラミックマイクなんですけども、で、よくこういう形状でブザーとか見かけると思うんですけども、この素子というのは、ダイヤフラムとか共振体、共鳴体がありません。ですので、ギターにこう貼り付けることによってですね、音を拾うと、そういうふうな構造になってます。こちらは80年代頃に電話機のマイクロフォンですね。電話機は長らくそのカーボンマイク使われてまして、その後、セラミックマイクからとエレクトレットのマイク変化してます。ちょっとばらしてみます。こういった形の、セラミックマイクですね。で、ここが、ダイヤフラムに相当します。こちらと基本的には同じだと思います。セラミックマイクですね。セラミックでもこういうバイモルフの圧電素子ですね。こういうものが存在します。これはですね、シュアのマイクロフォンやレコードプレイヤーのカートリッジのカタログです。このマニュアルには年代は書いてないんですけども、マイクロフォンを見る限り大体1950、60年代だと思います。ここにはですね、これ、レコードプレイヤーのカートリッジのカタログです。これを見てるとですね、セラミックと、クリスタルが混在してます。もうすでにですね、この時代、セラミックに移行し始めてたようなんですね。この1950、60年代からこう移行が始まってると思うんですけども、そのクリスタルとセラミックのこの出力レベル、これ結構違うんですね。で、セラミックですと、例えばここ 0.6 ボルトあるんですけども、クリスタルは、3ボルトとかですね、1.2 ボルトとか、非常に高出力なんですね。ロシエル円結晶の育成と、それからクリスタルマイクについては以上になります。クリスタルマイク作れましたら、また動画を改めて作りたいと思います。本日はご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。